野崎チャンネルプロスペース、はい、今日はプロスペース動画でございます。なんとですね、今見てたらコナミデジタルエンターテインメントから発表がありまして、なんとね、多くのね、皆さん、VIP さんとかクレイさんとかもそうだけども、多くの皆さんが予想してたサムライジャパンガチャ、それがなんとね、3月1日の午後3時から第1弾スタート、2006年日本代表セレクション、そして1週間後3月20日2009年日本代表セレクションが出るっていう、わお、サムライジャパン特別ガチャが行われるということで、2006年出てるね、誰が出るのかね、見て、もう発表されてるね、ソフトバンク松中さん、三冠王だからね、西武和田さんね、でロッテからは強清水直さん、広幸藤田さん、んで、日本ハム小笠原さん、ヤクルト石井博敏ね、 DeNA 相川金城、阪神久保田、広島新井貴弘、中日福留さんで、大塚さん、んコラミさん、何 ?1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,13 ん、俺いませんよ、佐々木いませんけど、コナミさん、佐々木、ベストナイン、ベストナイン、2006年。しかも、4割9厘、打ってます。ミート、A ですよね。となってくるとよ。ホームラン1本。いませんけど。監督で出たからですか？そうやな。出るわけないよ。確認来てないもん、俺。使っていいですかっていう。嘘やん。コナミさん、俺でしょ。代表。まあいいけど、でも強しとか欲しいね。強し。和田さん。あと1位ロードし、俺何気に昔の A めっちゃ持ってるから、極みにできんだよね。新井ちゃんも欲しい。あと福留欲しいね。大塚さん、いいね。里崎いませんけど。いませんけど。じゃあ2009年見てみましょう。ソフトバンク、真原杉一。西武が中地、松坂大輔。で、マー君。で、日本ハム稲葉さん。ヤクルト青木。ヤクルト岩村。で、DeNA 村田。で、阪神岩田。で、巨人新之助。おお、松坂欲しいね。マー君。稲葉さん。青木。中地欲しい。岩村。村田。おい。いいメンバーだね。全体的に。まあ、里崎はいませんけど。まあ、まあ。仕方ないでしょ。こればっかりはね。まあ、いないものを言っても仕方ない。コラムさん。次は入れてくださいね。ジャパン、メンバーで。で、今日はっすね、もう、これね、前なんだけども、ガチャやったのよ。400万ダウンロード記念、10連福袋ね。これちょっと出してなかったんで、ちょっと解説後付けになるんだけども、ちょっとこれを見てください。ね、1回目 S。で、3回目、S ランク G チーム、7回目 G チーム。で、5回目にね、選択契約書があるっていうことで、まあ、5回目までね、やろうというところで、やったのよ。でね、DeNA に G チームはして、岡林の A が持ってないから、俺はベストナイン対等ホールド当たったんだけども、だからそのね、岡林の A も欲しいっていうところでね、中日で、やりました。あとはね、ビシエドとか大野とかね、いろんな、で、あと、ロドリゲス。俺、ロドリゲスがね、何気にスピちゃんで、使ってるの見て欲しいなっていう、まあ、ベストナイン対等ホールドより通常のやつはね、落ちちゃうんだけど、欲しいなっていうところでね、とりあえず中日で、やってみます。ね。まあ、そこでね、まず1回目確定の S はですね、大野っていうね、自チーム確定じゃないのに大野。これはありがたい。すぐね、継承できます。でね、2回目、ね。途中でございます。はい。これはね、生じゃないんでね、ちょっとドキドキ感がありませんけどもね。まあ、2回目はね、これはまあね、誰も当たらないっていうことでね。うかいね、もう岡林の A とかね来たらもう S と同じよ。おあ、そう3回目は確定だからね。今やってないのにねフラッシュ来たらびっくりするっていうね。これでねロドリゲスとか欲しいところなのよ。さあね、誰だろうっていうね、俺も忘れちゃってんだよね。これ前だからね。自分でも。ね。黒木かね。浅間怪我したな。もったいない。堀江、今年は完璧に。河村トップと。
ね、まあ、ついゆうちょっとジャパンのボールが使いづらいかな。今永と北山小平守護神からの田中健一、ね、2枚目ですか。祖父江、ね、祖父江ももう俺極みできるんで、いやもうすぐね4200、300になるからちょっとどうしようか今悩んでんだよね。で4回目ね、これも投げないね。そうですね、栗林ね、ジャパン、今永、ね、もジャパン、佐野もジャパンでよかったよ、磯村もトレードしてもらってね。で大島ね、これ5回目もね、この選択契約書をもらえるんだけど、いつも欲しいよね。紅林、もっと打率が上がって面白いよ。ね、上原二刀流ね。木下、ね。佐々木誰を取るのかってね、めっちゃ迷った。いろんな人のね、意見も聞きながら、YouTube に見ながら、めちゃくちゃ迷って、これ強いとか弱いとかじゃない。もう、もうゲームとしてね、プレイヤーとして自分がね、使ってみたい選手をね、今回選びました。この選手です。ね、ロドリゲス。ね。やっぱさっきも言いましたけども、スピちゃんの大会見て、結構良かったの使って。で、まあ、ベストナインタイトルホルダーの方が数値的には全部ね、上だから、特納とかもいいんだけども、A ランクも極みまでできるまで持ってないんだけども、でも純粋にね、俺はプロスピを楽しむっていうね、ところの原点に帰って、この選手が強いとか、同地とかね、リーグ強いとか、とかじゃなくて、もう、純粋にプレイヤーとして、もう使いたいね、選手をね、今回は選びました。次がね、契約書をどんどん使おうっていうところでね、もう 10% 契約書をもうね、7連続で。結構くれてたんですよね。毎日ログインしたらね。でそれでね、どうなったかっていうのもね、取ろうっていうところでね、まさかのね、10%、7枚、全部使って、まさかまさかの、びっくり、全部、A っていう嘘でしょっていうね。だから僕はね最後のねメシの S ランクも使って、まあグランドオープンまでねもう S ランク持っていけないんでね、もうここで使ってメシ屋でねいろんなものをつけてもらおうっていうところでね、最後どんどんレベル上げようっていうところでねもう全部解放したんだけども、これがね菊池と OK っちってね、まあ、これも迷ってんだよね。もう400、4300になるからね。でも俺菊池ずっと欲しかったのエース。でも極みにね、できるの。どうしようか今迷ってます。皆さんご意見お待ちしてます。最後にね、S ランク OB 契約書、今から開封します。古田さんかね、金本さんが欲しい。まあ、山崎武史さんもいいんだけど、ミートが低いからね、どうなんやろうっていうね。だからもう A、一番欲しいのは古田さんか金本さん。で、次が山崎武史さんっていうところでね、行きたいなっていうね。あと佐々木誠さん、古田さん、金本さん欲しい。その次がやっぱ山崎武史さんかも。やっと貯めたからね、来てよ流れ、来てくれかも。おまあまあまあ武史さん、まあまあいいでしょうね。まあでも限界突破コーチ使ってまでやることないで。でも、たけしさんちょこちょこ出るからね。これを足がかりにね、また中日でも出てもね、極みにできるようにね、育てていきたいと思います。ということで、今日はですね、ちょっとね、ガチャ動画撮ってたのをね、編集して出すのとですね。で、あとは、侍ジャパン、ね、ガチャ、選出、ニュースが入ってきたんでね、それをお伝えしました。でもね、熱い。だから3席あります。両方ね、3席当たらなくても、侍ジャパンガチャね。ということで、今日は、このプロスペース動画でした。それでは。